追い込まれたのはディアボロス、追い込んでるのは BBV、 ハードポイントスタートです。さあまずはお互いに第一拠点を走ります。センターでの打ち合いは起きずに、そのままセンター取り切ったのは DVS。 うわー、 BBV 東京取り返していこう。そうですね、 BBV 側の方がちょっとタイミングを遅らせてセンター入っていくことによって、はい、あえてセンターの主導権を取るっていう形を取ったんですけど、まあ、はい、オブジェ周りの打ち合いが DVS 打ち勝ったんで、まあ、現状では若干 DVS の方が押してるって感じですかね。さあここお互いに激しい打ち合い、客やダブルキル前に出る。スコーンが少し荒れました。 BBV 東京取り返しました。まあ残り20秒ですし、DVS としてはこのままリスポーンキープ、センターの主導権なるべく取りたいなっていう形だと思いますね。なるほど。さあこの第1拠点ではほとんど点数差が生まれずに第2拠点に移っていきます。第2拠点を取ってるのは DVS。 はい、さあミスティが横から刺すぞ。待っているのはユニ、ユニが見ていったところ、これ勝つぞ。今度はスワが来た、スワが押さえた。視点の中は DVS。 さあ BBV ここで一度足並みを揃えて同時にエントリーを狙うか。はい、ここの地点はとにかくね、真ん中にでかい柱があったりっていうので地点の中が強い場所になってるので難しいですよね。ツアーの火力4連続キル。これなんすよね、もう1枚倒しても無限に奥から 2m 奥から湧いてくるだけですから、はい、ほんと難しい拠点ですよねここは。さあテンクス今度は横から、残り20秒、このタイミングで、そしてオブジェガーを押していってリスポーンを反転させると。いやー、かなりこれ DVS としては理想的な序盤の試合展開だと思いますね。ここはもうポイントは渡してもいいから次のポイントへと。そうですね、ユリリスをまた取ってっていう、基本的にレイドのハードポイントはあの地点の上が強い、拠点が多いんですよね。はい、今のもキッチンもそうですし、この、ガレージというか、あ、第3拠点もそうですし、第4拠点のバスケットコートも同じようなことが言えるんですけど、中にいて待ち構えてる方が強いので、はい、まあ、そういったところ序盤の、まあ、ユリリスを取りに行くっていう動きを DBS は仕掛けてますね。あ、無理やり BBV エントリー開拓しました。そうです、ね、一瞬でした。いやー、すごい発砲かな、正面右左と、はい、うまく崩しましたね。お互いのクロスをしっかりと意識しながらっていうところは BBB のさすがですね。はい、さあ DBS 取り返し狙いに行く、しかしミスティを抑える。強豪正面来た、リクが抜いていく、リクダブルキル、リク取り切る、鈴木特命、続いて DVS 取り返していこう。この息は今回百屋が中に入っています。はい、前ポもただこれ時間稼ぎながら、もう次ポのローテーションまたこれ DVS 側の方がうまくできてるんで、はい、かなり今の粘りでかいですね。ここは自ら自爆を選択し近いリストへ、戦術的なですです。いや、しかも奥には開いたぞ。ここで第4拠点スタート、ポイントの中は DVS、はい、その周りを BBV が囲み込む形。ジャングル側から湧いてますけど、どうでしょうかね。 BBV 取り返した、 DVS なんとか耐えています。抑え込まれたスワ、ポイントの中は BBV 東京、 DVS はプール側正面から一気にエントリー。そうですね、しっかりとそのリスポンも分かってるとは思います。はい、さあここ地点の中、今日友が粘る、特命上がってきた、上から客やテンクスダブルキル、 BBV が粘りを見せる。よく粘っています BBV 東京。いやー、すごいリスポンしてる。さあここは BBV が最後まで取り切りそうだ。残り5秒、第5拠点のことを考えて DVS 固め始めています。そうですね、まあ私でも最初にシフトしてるのは DVS という形になりますけど、本当 BBV は先ほどから、はい、あの一斉の背でこうアクションを入れた時のお互いのクロスの首方っていうのがものすごくうまいので、はい、まあ、一度最初固められていた状態でも焦る必要はないと思います。さあミスティ横から入ってくる、スワガカバー、ポイントの中は DVS、
BB が少しエントリーがバラバラになってるか大丈夫か。テンクスが無理で入る。無理やり取った。そして味方が合流してきます。取り返し成功。今度は BBV が守る側、 DBS が取り返す側。硬いっすね。さあここはまだ守ります。はい、まあ、やはり、このレイドのハードポイントの地点でいうと第2拠点、そして、はい、まあ、第3は少し難しいんで第2、第4、そしてこの第5拠点ですかね。この3つに関しては特に本当地点の中にいる側が有利にはなってくるので、はい、本当ここでどれだけ点数を稼げるかっていうところになってくると思います。さあここで点数差少し開きました。 BB 東京がリード。2周目に入っていきます。いや、テンクス、これいい動き。ランドリー側、圧をかける。DBS リスポーン飛んだ。いやー、崩した。うん。綺麗な崩し方でした、BBV 東京。そうですね、綺麗ですし、まあ、それでしっかりと個人個人が打ち負けてないので、本当、はい、やりたいようにできてますね。さあ、これ DBS 苦しいですよ。これ以上点数差離れると、もっともっと。厳しい展開になってきます。さあ百夜、ここは少し先行取るのが難しいか。いや、しかも右側に湧いてる。匿名、時間を稼ぐミスティー。いやー、トリプルキル。そして上に登ります。 BBV 東京、この第一拠点も取り切りました。さらに点数差を広げています。さあここで上がっていく。グレネード完璧だ。アーチもそうですが、本当に BBB 東京グレネードが丁寧ですね。そうですね、ちゃんと刺さってますからね。しかもそれが、はい。さあここで DVS も100点になりました。まだこっから逆転可能。粘る粘る。 BBB は金庫側から一気にエントリー。そうですね、リスポーン近かったのでどうでしょうか。ミッキーダブルキル。ポイントの中、リーベースミッキートリプルキル。サスケダブルキルでエントリー。リンク1人、決め打ちで入ってきた。人も取り返し、残り時間は20秒。さあ、ユネントリーだ。次のポイントは取ってるのは BBV。 グレネード、またグレネードうまいな。カリトグレネードをうまく使っていきます。 BBV 東京です。点数差は50点差。この第3拠点大幅に取られるとディアボロスとしては痛い。そうですね、ただまあ4枚落とした。取り返し成功。まあ、あの DBS としてもかなり早い段階で前ポスで次のポイントに上がっていたので、2万円近く BBV はリスポンがバスケット強盗側に飛ばされていたので、はい、それもあって正面ではしっかりと数的優位生かして崩し切りましたね。 DVS 粘ります。ミスティが行く、ミキがカバー。まだ DVS 粘る。ここでサスケが右側獲得。サスケが前出る。さあここポイント強化続く。今度は DVS、 まだ耐えるか。また粘ります。残り時間20秒。いや、この第3拠点大きな大きなポイントになりました。 DVS そうですね、ほぼ点数差なくなって、また今度バスケットコートになるので、リスポーン的にはジャングル側の方が有利なのかなっていう気はしますけど、はい、どうなるか。プール側からの、DVS としてはアプローチになりそうです。いやー、知ってる。ここ2落ちたぞ。スワが上がれるかどうか。回復を待ってキッチン側倒していく。うわー、スモークの中見せていた。ミニが行く。この強ポジ押さえて時間を稼ぎます。ここにいても今分かりましたかね、正面から湧いてきてるんですよね、はい、なんでやはりジャングル側の方がリスポーン的には圧倒的に有利なので、倒しても倒しても本当湧いてきちゃいますよ。これはポイントの中、匿名が粘っています。ミッキーも続く。 DVS ポイントよく粘ってる。うん、スレスレのところをよく粘っています。スワとユニでダブルキル絶4枚落とした。助けの場所が分からない。助けのハイドロック。
ダブルキル。まだサイドしてます、サスケ。ここでいくよ、トリプルキル。よぉ !4 人目はユニ。DVS まだ耐える。180点到達。さあ、これで、逆転に成功していきます、ディアボロス。苦しいリスポーンだったんですけど、もう全員プール側から4枚近くですかね。地点の中にとにかく行くっていうところで、先に小部屋に入って、まあその地点の中で撃っちゃってる方が優位っていうところ、地点の中の優位性っていうのを活かしましたね。はい、さあ第5拠点スタート。ここで BBB が再びリードを握ります。 DVS エントリー試みますが、いや強リクー、ダブルキル。さあこのリクに続き取り返した、取り返した。 BBB 東京これ200点到達。ヤブラスもそれを追いかけていきますけども、100や特命粘ります。ポイントの中は BBB、 ミスティが守る、ミスティが守ります、ダブルキル。さあ、このポイントでの取り切りはないので、次の第一拠点での打ち合いも始まっています。そうですね、DBS としてはちょっと焦る展開にはなってますけど。はい。まあ、ここは焦らず、とにかくオブジェ側しっかりと固めたいですよね。さあ、匿名、ここ上がれないか。DBS は苦しい状況。BBV は次のポイント、取り切りが、あと、わずかです。ここで焦ってはいけない。いや、ただ逆にこれセンター取れたっていう味方からの情報入ったんで、ランドリー側にめっちゃ枚数来るよっていう情報入ったと思います。さあ、特命キル数が40キルを超えています。現在41キル、42キル目。地点の中はどうだ。 BBV が取り返した。これはもう打ち合いで勝つしかない。うわー、 BBV が落とした。ミスティが前に出る。残り時間は10秒。 DVS は突っ込むしかありません。さあ、ミッキー入るか。あ、苦しい。ミスティ粘る、横からサスケ。そして守りきりました、 BBV 東京。ギリギリの試合でしたが、すべてストレート勝利。ウィナーズファイナルに進出を決めたのは BBV 東京です。